ヨハネ書簡、または、ヨハネの手紙は、新約聖書の聖典のうち、ヨハネの手紙1、ヨハネの手紙2、ヨハネの手紙3を指す総称。ヤコブの手紙やユダの手紙などとともに、行動書簡に分類される。また、ヨハネによる、福音書、ヨハネの目視録とともに、ヨハネ文書と総称されることもある。三書簡の著者は、伝承上司とのヨハネとされるが、 高等批評の立場からは、ヨハネ共同体などと、仮称される思想集団に属するものによって書かれたと考えられている。ヨハネ書簡は合章からなる、第一章が最も長いが、残る二通はいずれも章分けがなされていない、短いものである。第一章には、著者名がなく、第二章、第三章には、長老とだけ書かれている。これらは伝承上は、 死とヨハネに改正られてきたが、特に第2書、第3書については、古代から遺説があった。いずれにしても、1世紀末から2世紀初頭に、ヨハネ共同体などと、過称される思想集団から発した文書であり、共同体の分裂などを背景にしているとされている。第1書、第2書では、加減論的な思想が異端として退りけられ、反キリストとして厳しく批判されている。 第三書でも、長老王とディオトレフェスという人物の対立が見られるが、その背景が第一書、第二書と同じかには、議論があり、むしろ教会制度の過渡期を伝えるという側面から、評価されるようになっている。使徒ヨハネ第一書には、著者名は一切記載されていないが、ヨハネ福音書との思想的共通性が指摘されている。第二書と、第三書は共に、 長老と名乗る人物によって書かれており、特に第一書と第二書は思想的共通性が見られる。これらの無記名の書簡を最初に、使とヨハネと結びつけたのは2世紀後半のエーレナイオスである。後に4世紀のエルサレムのキュリロス、ナジアンゾスのグレゴリオスらが3書簡すべてについて、使とヨハネの作とした。現代でもカトリックのバルバロ約聖書及び、 フランシスコ会約聖書、また福音派の申請書辞典、真実要請書仲介など、今でもこの見解を取る文献も少なからず存在する。これらの立場では、第2書と第3書の著者が、長老としか名乗っていないことも、それだけで誰が書いたか認識される権威ある存在、すなわちヨハネが書いたことの傍証とされている。他方、高頭批評の立場では、 死とヨハネが書いたとはみなされていないが、思想的共通性から、いずれもヨハネ学派、ヨハネの教会、ヨハネ教団、ヨハネ共同体などと、仮称される思想集団から発したものと考えられている。ただし、三書館が、すべて同一人物によると見る説、第一書だけ別で、第二書と第三書が同じと見る説、第一書と第二書が同じで、 第三書だけ別と見る説があり、いずれか確定している状況にない。第二書、第三書の著者としては、古来、長老、ヨハネの名も挙がっている。長老ヨハネへの言及は二世紀のパピアスに遡る。パピアス自身の著書、主の言葉の説明前後間は現存しないが、何人かの著書によって一文が残されている。長老ヨハネへの言及は、エウセビオスが伝えている。 私は、誰か長老たちに付き従った人が来た時には、長老たちの言葉を詳しく調べた。つまり、アンドレが、ペテロが、ピリポが、トマスが、ヤコブが、ヨハネが、マタイが、あるいは、種の弟子たちの他の誰かが何を言ったか、また、主の弟子であるアリスティオンと、長老ヨハネとが語っていることを。パピアス断片、エウセビオス、教会史書集の一文エウセビオスも、 この引用の後に指摘しているように、ここには他の人と,と共に列挙されているヨハネとは別に、長老、ヨハネに言及している。ヒエロニムスは、その長老、ヨハネが第二章、第三章を執筆したという説に触れている。こうした見解は、ローマ教皇ゲラシウス一世紀の名を冠した、ゲラシウスの教領を集の聖典目録においても示されているが、これは、 教皇騙す彗星の時のローマ教会会議の決定を伝えているとされる。ただしパピアス自身は前半で言及している、主の弟子たちのことも、長老たちと呼び、長老、ヨハネについても、アリスティオンと長老ヨハネ、すなわち、主の弟子たちと言及するため、二度のヨハネの言及の際に、明確に故障を変えているわけではない。また、 前半と後半は、時勢が異なるため、前半に言及される、かつて語った人たちのうちパピアスの頃にまだ、語っている人がヨハネだけであったなどの可能性もあり、この断片だけでは、長老ヨハネが、死とヨハネと他に実在する証拠としては、不足している。現代では、第2書、第3書にとどまらず、3書間すべてを、長老ヨハネに帰する見解を、 中村和夫やシュナイダーが示しており、旧約新約聖書大辞典でも同様の見解が取られているが、前日のようにこの人物についての証言は乏しく、結びつけるための明瞭な根拠があるわけではない。福音派のジョン・ストットは、長老ヨハネとする説を批判し、パピアス断片を引用した、エウセビオス自身が、パピアスの知性や教養に対する、 否定的評価を述べていたことを引き合いに出し、乏しい言及から二人のヨハネを乱すことの妥当性に疑問を呈するとともに、特に福音書と三書簡をすべて長老ヨハネに記する場合、それほどの影響力を持った人物がパピアスの一言以外に記録が残っていないことの不自然さを指摘した。また、ストットは古代において長老ヨハネ説がしばしば受け入れられた背景として、 ヨハネ文書の中で異質なヨハネの目視録を除外したいという動機から、使徒以外のヨハネを探していた論者たちがいたことにも触れている。福音派の申請書辞典では、80年代末から90年代初頭にエフェソで作成されたという見解が有力説として挙げられている。異なる立場を取る場合でも、三書館がかなり近接した期間に作成されたという点に、 異論はない。その時期の加減となるのは、ポルカルポスによる第一書の引用である。ポルカルポスの手紙は、状況証拠から押して117年頃までに書かれたと考えられているので、三書館の登場はそれよりも前のことになる。上限については、ヨハネ福音書と第一書の関係が問題になる。第一書は、思想的にヨハネ福音書と深い関連があるが、 どちらが先なのかに議論がある。フランシスコ海約聖書では、第一書よりも福音書の方が、進学的に深められているという理由で、第一書の方が先に成立したとされている。この観点に立つと、ヨハネ書館の成立は、福音書が成立したと考えられる90年頃よりも、少し前となる。他方、第一書に、福音書の序実をもとにした部分が少なくないことや、 書簡には、ヨハネ福音書に見られる、ユダヤ教徒の対立が見られず、共同体内の分裂が主題になっていることなどをもとに、書簡の成立を福音書よりも後とみなす者たちもいる。その場合、三書簡は福音書よりも後となり、90年頃から117年頃までの間に絞れることになる。こうした立場に立つ大抜き隆史、 小林ミノルラは110年頃と想定しており、小林が項目担当者となった上智学院の新カトリック大辞典でもその見解が取られている。レイモンド・エドワード・ブラウンは、ヨハネによる福音書が原著者と最終編集者によって書かれたという立場を取っており、その原著者の番の10年ほど後、しかし最終編集者の番が出る前に3書簡が書かれたと想定した。 文国世樹で新約聖書外説を担当したレジスビュルネは90年から110年の間と推定しており、土戸清もほぼ同様の時期と推測している。チャールズ・ドットは書簡に迫害への言及が見られないことから96年から110年の間と推定した。そうした言及の欠如はヨハネの目白録執筆の背景を成している。 ドミティアヌス帝の迫害の後であることを伺わせるので、ある。他方で、ドットは、もしも書簡がイエスの時期で死であったヨハネによって書かれたのなら、ドミティアヌス帝以前の可能性も想定できるとした。大幅に遡らせている例としては聖公会の聖職者、ジョン・ロビンソンを挙げることができる。彼は60年から65年頃に見積もっている。 ハワード・マーシャルはかなり幅が広く60年代から90年代の間と推測した。第一書から第三書はそれほど隔たっていない時期に書かれたということで、大方の意見が一致するが、どの順番に書かれたかには議論がある。宮内明は第二書が第一書のダイジェスト版のように見えることから、第一書を踏まえて書かれ、第三書も第二書と同じ頃に書かれたと見ており、 山内一郎も第一、二三書の順に書かれたとしている。フランシスコ海約聖書では逆に、第一書が先に書かれていたなら、そのようやく版のような第二書が後で送られる意味が小さいとして、第二、第三書がほぼ同じ時期に書かれた後、第一書が書かれたとされている。松永菊雄も、第二書が念頭に置いていたのは、第三書で、第三、第二、 第一の順に書かれたとみている。こうした意見の一方、大貫隆氏は推定される時期の近さからそもそも厳格に順序を確定させようとする試み自体に否定的な見解を示しており、ジュディス流も詳細な再構成の不可能性を指摘している。三書館の著者を死とヨハネと見る立場では、伝承上ヨハネが晩年を過ごしたとされるエフェソが有力視されている。 それに対し、ヨハネ福音書について、使とヨハネによるとする伝承を支持しない研究者たちが、シリアパレスチナの教会地域での執筆を有力視するようになっていることを踏まえ、書簡を近い場所で執筆されたとする説が提示されている。また、ヨハネ書簡の初期の研究者であるスミュルナのポリカルポスやヒエラポリスのパピアスの活動地域が、いずれも小アジアに含まれることから、 福音書の成立後に、ヨハネ共同体が、コアジアに移動したとする説も提示されている。結果として、著者を、使とヨハネと見ていない論者たちからも、エフェソあるいは、それを含む超アジアという推定が提示されることがあるが、ビリー・マルクス戦は、シリア説とコアジア説のいずれも、推測の意見を出ないと指摘している。第一書に比べると、第二書、第三書は明らかに短い。 第2章、第3章をまとめて特に、ヨハネ小書館と呼ぶこともある。それらの短さは、パピルス一枚に収まるように書かれたためと推測されている。また、それらのいずれかは、第1章の添え状として機能したと見る、者たちもいる。アレクサンドリア写本の、ペトロの手紙に末つとヨハネの手紙一冒頭第1章は五章からなる。手紙と呼ばれてはいるが、 実際の手紙の様式を備えておらず、特定の個人や教会よりも広い範囲に送られたが、解消のようなものだったと考えられている。内容には、正しい信仰、兄弟愛、罪という三つの主題が繰り返し登場する。中村和夫はそれを発展のない繰り返しとみなし、ジュディス・リューは、螺旋状に新たな要素を含んでいるとみなした。 相互の主題が関連しつつ繰り返される構成は、区切りの設定が難しいことをしばしば指摘されており、R.E. ブラウンは先行する36人以上の論者たちの主な区切り方を27種類に分類した。執筆の背景にあったのは、ヨハネ共同体の分裂で、彼らは私たちから出ていったとされている。その出ていった者たちについては、偽り者とは誰であるか。 イエスのキリストであることを否定するものではないか。父と御事を否定するものは、反キリストである、イエスキリストが肉体を取って来られたことを告白する、例は、すべて神から出ているものであり、イエスを告白しない例は、すべて神から出ているものではない。これは、反キリストの例であると批判されている。ここで批判されている思想は、加減ドンなどとの関連が指摘されている。 バチカン社本のヨハネの手紙に第二章は13節からなる手紙で、不死単位で見た場合には、聖書の中で最も短い文章である。この手紙は、選ばれた婦人とその子たちに当てられている。この婦人は、教会の比喩表現であろうと理解されることがしばしばで、ある。長老は、手紙の受け取り人に対しその信仰を称賛し、互いに愛し合うことの大切さを解き、 偽教師に警戒するよう進めている。偽教師はイエス・キリストが肉体を取って来られたことを告白しないで人を惑わすものであり、反キリストと呼ばれて厳しく批判されている。長老は偽教師たちに対しては、この教を持たずにあなた方のところに来るものがあれば、その人を家に入れることも挨拶することもしてはいけないと命じる。こうした命令の地域的背景として、 異端の教えを説く者が巡回説教者として巡っていたのだろうと推測されている。第3書は15節からなる手紙で、単語数で見れば聖書の中で最も短い文章である。長老が画用にあてた個人的な書簡で、福音を説いて回る巡回伝道者を歓待していた画用の振る舞いを称賛しつつ、艦隊を拒否するディオトレフェスを批判している。また、正しい人物として、 デメトリオの名が挙げられている。短い個人的な手紙という性質上、ガイオ、ディオトレフェス、デメトリオという3人の登場人物についても、詳しいことは書かれておらず、様々な説が存在している。ただ、いずれにしても、巡回説教者の影響力が低下し、地域に定着した監督者の影響力が強まっていく、教会制度の過渡期の様子を伝えるものとして、見なされている。 ヨハネ書館のうちで最も早くから言及されたのは第一書で、ポルカルポスによる言及は一連のヨハネ書館の推定成立年代の加減としても利用するものがいる。他、エウセビオースによれば、パピアスも第一書を引用していたという。エーレナイオスはそのイタンバクロンにおいて第一書と第二書から引用しているが、第一書と第二書を区別していないし、 第3書は引用していない。テルトリアヌスも第1書は確実に引用しており、第2書からの引用の可能性のある箇所も存在している。いわゆる村取聖典目録では、ヨハネ書簡は2通とされている。具体的にどの書簡であるかが明言されているわけではないが、第1書と第2書を指し、第三書は言及されていないものと受け止められている。三世紀には、 正方形では、ノーアキアヌス、キプリアヌスらが第一書にのみ言及しており、4世紀のカリアリのルキフェルが第一書、第二書に言及し、近い時期のアンブロシアステルは三書間すべてに言及している。さらにその後、ヒエロニムスも三書間すべてを挙げており、アウグスティヌスは三書間すべてを聖書として位置づけている。方形では世紀には三書すべてへの言及が、見られるが、 オリゲネス、エウセビオスらは新作あるいは公認書として第1書に言及する一方を、疑わしい書として第2書、第3書に言及している。現在の新約聖書27文書が聖典とされたのは、アレクサンドリアのアタナシオスの第39復活最初巻が最初とされている。この決定はヒッポ会議、カルタゴ会議などで追認された。第3書の短さは、 その言及が他の聖典文書よりも遅れたことや権威につきまとった疑念を説明する一因である。つまり、初期のキリスト教著述家たちにはそこから引用する理由がなかったというだけかもしれないのである。他方、シリアの教会では5世紀初頭に新約部分が成立したシリア語訳聖書の時点でも、ヨハネ書館は第一書しか含まれていなかった。その後、 508年に成立したシリア語訳である、フィロクセノス訳にて3書簡すべてが含まれ、616年の改訂版でも踏襲された。ヨハネ書簡は、新約聖書の多くの古写本に収録されている。ギリシア語の、いわゆる、大文字写本の中でもエフライム写本は、第1ヨハネ書の1章1節から4章2節とともに、第3ヨハネ書3節から15節を保存するに止まるが、 シナイ写本、アレクサンドリア写本、バチカン写本は、ヨハネ書館を3通すべて収録している。ベザ写本では、行動書館の大半が失われており、第3ヨハネ書も11節から15節のラテン語訳が保存されているだけである。ギリシア語写本以外だと、前述のように、シリア語のペシタワには載っていないが、フィロクセノスワには3書館とも収録されている。 3世紀のコプト語訳、4世紀に遡る、ラテン語訳のブルガータ及び5世紀のアルメニア語訳、エチオピア語訳の写本には、いずれも3書簡すべてが収録されている。ヨハネ書簡については、古来、著者問題への関心が強かった。また、3書簡の中では、分量的にも、内容的にも他の2書簡よりも充実している、第1書が注目された。中世では、 第一書が重視される、一方、第二書、第三書はそれより劣る評価しか与えられないことも、あった。マルティンルターは、第一書、ヨハネ福音書、パウロ書館のローマ書、ガラテヤ書、エフェソ書、そして第一ペトロ書とともに、たとえあなたがかつてその他の書物や興味もせず、聞きもしなかったとしても、あなたに、キリストを示し、あなたにとって知る、 必要のあるしかも祝福をもたらすにたるすべてを教えると位置づける一方で、第二章、第三章については、まだ、キリストを前進させるところのある文書と、一段低い評価しか与えていなかった。ジャンカルバンは、第一章、首都、ヨハネの精神を間に表したものであって、私たちをキリストと親しく結ぼうとするものとして、行動書館の仲介書で取り上げたが、第二章、 第三書については一切触れなかった。それは当時の慣例に従ったものであったという。現代においても、進学に関する基本書中の基本書とされるユンターボルンカムの新約聖書では第一書について解説される。一方、第二書については第一書に比べて何ら新しいものをもたらさないとして説明が省かれている。他方で第二書、 第三書については、20世紀以降、初代教会の発展史という観点からの再評価が行われている。プロテスタントによる最初の日本語訳聖書は、カール・ギズラフのものとされる。彼が最初にシンガポールで観光したのが、ヨハネ福院のつてとヨハネ常駐した書きで、いずれも1837年の観光であったと推測されている。ヨハネはヨハネの音訳であり、 前者はヨハネ福音書、後者はヨハネ書簡3通の翻訳である。ただし、前者はヘボンの来日時に持参されたのに対し、後者が当時の日本に持ち込まれることはなかった。ありがとうございます。